カタク海ンカイ海七百五十八758年は中国の東大の禅僧。送り名は新州大師属性は高。上州上陽県の出身。禅州の中の笠は高氏の海祖。上海は最初は慶州で北州六祖の新州に従い、その後、宗慶に移って新州の弟弟子である南州の六祖、江能のもとで禅を学んだ。江能が亡くなると、 今度は南洋へと北上し、そこで北州の僧羅と論争を繰り広げ、新州批判の論を展開した。745年、南洋から東都ク洋の家宅寺に移ったことにより、家宅神会と呼ばれる。落陽に入った後も、菩提ダダルマ南州帝ゼヒロン等の論章を表して、盛んに北州批判を展開した。一時、その過激な言動のゆえに、 落葉を追われたこともあったが、755年に安氏の乱が起こると、高水泉と呼ばれる金銭を国に納めることによる受戒制度の創設を条項とした。もちろん、高水泉は安氏の乱平定のための軍費に充てられ、この功績によって神会は宿層に徴用され、拡充された二沢寺に戻ることができた。なお、高水泉は北層大以降、 国家財政上の理由から状態化する売り調制度の起源である。さて、神会は758年にに、沢寺で亡くなり、宿層からは新州大使という大志号を賜り、また、全州、七祖として認められたと伝えられている。しかしながら、彼の没後、その系統であるに、沢隆氏は、急激に水亡し、同じく、江能の弟子である、南岳江城。 場所同一の系統である、広州州が急速に勢力を拡大したため、神会が目の敵とした北州同様に途絶えてしまう。また、その関係の転籍も、やはり北州の文献同様に散逸してしまい、伝生しなかった。20世紀になって、遁向から見つかった大量の写本の中に、神会の著作も含まれていることがわかり、 やはりトンコウから発見された北州の文献と同様にそれらによって一気に研究が進展した。また、神会の母子も落葉郊外で発見され、それをもとにして従来の電気が修正されることとなった。ありがとうございます。